ラハトムフタロビッチ・アリエフは、カザフスタン共和国の政治家、外交官、中央ストリア大使、税務警察、国家保安委員会等の治安機関の要職を歴任。少々。ヌルソルタン・ナザルバイフ大統領の娘ダリガと、結婚し、大統領一家の一員であったが、後に失脚した。失脚後は、カザフスタンのペルソナノン・グラータ、アルマータ市出身。 1986年、アルマータ国立医科大学を卒業。大学卒業後、カザフ外科科学研究所の研究員として働く。1986年から1989年、第二モスクワ医科大学の臨床医局員、大学院生。1989年から1993年、カザフ外科科学研究所専任、主任科学職員。 1993年、カザフスタン共和国保健省対外経済関係局副局長。1993年から1995年、対外経済関係省のカズメディーンポルト総裁。1995年から1996年、合弁企業、RR カザフスタン貿易金融リミテッド社長、持ち株会社、佐藤センター社長。 1996年から1997年、国家税務委員会税務警察総局第一、副総局長、汚職、密輸対策局長。1997年、法律高等学校、アディレトを卒業し、FBI アカデミーに研修、その後、アルマト医師税務警察局長。1997年から1998年、財務省税務警察部長。 1998年、財務省税務警察委員会議長。1998年から1999年、税務警察委員会議長、歳入第一時間。1999年から2001年、国家保安委員会アルマト医師、アルマト医州部長。2000年から2001年、国家保安委員会副議長。2001年、国家保安委員会第一副議長。 2001年から2002年、大統領警護庁副長官。2002年1月から、国家オリンピック委員会総裁。2002年6月から2005年7月、中オーストリア大使となり、中セルビアモンテネグロ大使、中 OSCE カザフスタン常任代表を兼任。2005年7月8日から外務第一次官。同年8月から、OSCE 協力問題特別代表を兼任。 2007年2月9日、中央ストリア大使に再任。2007年5月27日、ヌル銀行の銀行員を誘拐、殺害した容疑で、刑事告発され、大使を解任。6月1日、国際刑事警察機構の手配により、ウィーンで逮捕されたが、6月3日、保釈金130万ユーロを支払い、保釈。6月6日、 大統領の娘のダリガと離婚し、完全に失脚した。2008年3月25日、アクモリンスク守備隊軍事裁判所により、財産没収を付加する厳格体制収容所20年を、欠席裁判で言い渡された。2015年2月24日、収監されていたオーストリアウィーンの刑務所内で死去。去年52歳。当局は自殺と発表したが、アリエフの弁護士は、 不自然な点があるとして詳しい調査を要求している。最初の妻は大統領の娘のダリガ・ナザルバイフで二男一女を有したが2007年6月6日に離婚。2008年に中委員大使館書記官のエリナラ・ショラゾバと再婚。外科医、法学者、医学科学博士。2000年9月からカザフスタンサッカー連盟総裁。オーストリアの大銀名誉記賞を受賞。 ありがとうございます。